高田雄二高田雄二は日本のレスリング選手、群馬県大田市出身。1976年、モントリオールオリンピックレスリング競技男子 52kg 球金メダリスト。1970年代の日本においてレスリング競技の第一人者であった。日本体育大学を卒業。1975年、当時のライバルであったソビエト連邦は遠征した日本。 選抜チームに対して各階級で前素選手権優勝者クラスを対戦相手に用意したがフリースタイル 52kg 級だけは高田の強さが桁違いだったことを知っていた当時のソビエトチーム関係者が国内優勝者の自信を失わせたくなかったため一ランクレベル下の選手にしたというレスリング世界選手権では4回優勝する 1978年大会では新鋭選手のアナトリー・ベログラゾフに敗れたが、翌1979年大会で雪辱した。1976年モントリオールオリンピックでは金メダルを獲得。1980年モスクワオリンピックに向けて、1979年から始まった日本オリンピック委員会の頑張れ日本キャンペーンの一環で、 テレビコマーシャルに出演し、年100回程度の講演もこなしたが、当時はそれらに対する報酬は一切支払われず、日本体育協会から栄養費名義の強化費が月3万円払われるだけだったという。だが、モスクワオリンピックは、開催年を迎えてからアメリカ合衆国に橋を発したボイコットの動きが日本に波及し、参加をめぐって国内で議論が起きる。 その最中の1980年4月21日に開かれた緊急強化コーチ選手会議に出席。その場でモスクワに行けなくなったら誰が責任を取ってくれるのですと涙ながらに出場を訴えた。高田ら選手の訴えは届かず5月24日に JOC は正式に不参加を決定。高田はこれからの若い選手たちには二度とこんなことがないように。 してほしいというコメントを残した。前室のベログラゾフとは、モスクワオリンピックでお互いに決着をつけようと決めており、ベログラゾフも残念であったとのコメントを後にした。その後、一旦レスリングを引退、日本体育大学研究員の職を自主群馬県の高校教諭となる。1984年、現役復帰し1984年、ロサンゼルスオリンピックに出場。 銅メダルを獲得する検討を見せた。後に、もし優勝していたら、表彰台でメダルをぶちちぎって投げていた。何も言えなかった人々のため。でも、どうでそれをやっても意味がないから止めたと述べている。ロサンゼルスオリンピック後に再度引退し、1990年に日本開催となる世界選手権を目指して2度目の現役復帰を果たすも、8位の成績で完全に、 選手生活から退いた。現在は、山梨学院大学教授、同大学レスリング部監督、日本レスリング協会専務理事として、レスリング競技の強化、普及に尽力している。日本オリンピアンズ協会の幹事も務めている。2007年10月に設立された日本、総合格闘技協会の理事長に就任した。ありがとうございます。